公立勝田総合病院は、宮城県白石市にある病院である。白石市、蔵王町、七ヶ宿町より構成される、白石市外に町組合が設置している、公立病院。東北大学 NPO 法人うしとら両協議会に、所属する東北大学の基幹拠点病院であり、医師の卒後臨床研修指定病院である。明治15年3月、宮城県立宮城病院白石分院として、設立空港のロビーをイメージした、広く開放感のある受付前身である、宮城病院白石分院本館は、1882年に建築された、県内最古の洋式病院建築と言われている。その後、組合立の病院となり、1954年には、今の白石第一小学校校庭に移築され、中央公民館、図書館として活用された。現在は白石市図書館前に移転し、文化財保存庫となっている。建物の重要性を踏まえ、2008年7月、市の有形文化財に指定された。2002年に白石市中心部から現在の丘の上新病院として建築された。芦原太郎、北山久、堀池秀人の3名によって設計された建物は、スイスの建築家ル・コルビュジエ設計のサヴォア邸を彷彿とさせる。全3層の低層構造となっており、1層目はピロティ受付、外来、2層目は事務棟、3層目が病棟と分かれている。3層目の病棟には中庭が配置され、すべての病室が中庭もしくはテラスに面するよう配慮されており、勝田病院のテーマでもある癒しの空間を実現している。同病院などを含む都市景観づくりが評価され、2002年に白石市はイタリアの建築賞、デダロ・ミノッセ賞の国際建築スポンサー賞を受賞した。ありがとうございます。